演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。こちらファミリーマートのファミマのコッペパン、白いコッペパン、バニラチョコ味とチョコ尽くしコッペパン、バスイイチャチョコチョを食べたいと思います、ね。白と黒、コッペパンでは白黒つくのかな。どっちから行こうかな。よし、ではまずはこちらの白いコッペパンから食べてみたいと思います。バニラ大福っていうのがなんか気になりますね。どんな味わいなんだろう。はい、見た目は普通に美味しそうな白パンです。中にはこんな感じで牛皮が確かに入ってますね。どんな板状の牛皮って初めて見る気がしますが、ではいただきます。はい、お次はチョココッペ。チョコの中身はこんな感じです、パフはちょっと見えてないですが、横から見ると食べるのかな。ではいただきます。どちらもパン生地自体はどれだけで特徴があるわけではないですね。ふんわりとしていてあっさりとしているシンプルなコッペパンといった感じです。その上で言いますと、両方要は中に入っているもので勝負している感じですね。こちらの方は牛皮のもっちりとした食感がしっかり感じられて、カスタードクリームも濃厚で美味しかったですが、ちょっと牛皮が伸びきってしまって食べづらい部分があったのは残念でしたね。でこちらは普通に板チョコは挟んであるだけのパンで、パフがあるとはいえちょっと想像できる範囲内の味かなという気がしました。ちょっとシンプルなものを求めなくてはいいかもしれませんが、気を照らったものは欲しいと言われるので物足りないかもしれませんね。というわけでこれらどちらも1万点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。